こんにちは、長塚漢方堂です。今回は脂漏性皮膚炎の感想というテーマでお話しします。前半では脂漏性皮膚炎で皮膚が乾燥する原因を、後半では脂漏性皮膚炎の乾燥を改善する方法を解説していきます。脂漏性皮膚炎で肌が乾燥して悩んでいる方はご覧ください。では早速始めていきます。当たり前な理由ですが、皮膚が乾燥する原因は皮膚に潤いが届かないからです。しかし皮膚が乾燥しない人でも、皮膚は常に乾燥にさらされていますので、通常皮膚が乾燥しないためには体の内側から皮膚へと適度な潤いが補給されることで乾燥から守られています。ですので、その潤いを届ける働きが何らかの理由でうまくいかなくなると、皮膚は乾燥するようになります。その皮膚へと潤いを届けるのを邪魔する原因にはいくつかあって、食べたものから潤いの材料となる成分を作り出せないことだったり、潤いを作ることはできてもストレスや辛いものの食べ過ぎ、あるいは過労や夜更かしなどによって生じた熱で潤いを過剰に消耗してしまうことだったりするなど、潤いの量そのものが足りなくなることがまず考えられます。逆に潤いの量的には足りていても、それを皮膚まで運搬する働きに問題が起きてしまうと、ある場所には溢れるほどあっても皮膚では足りなくなって、やがて乾燥するようになります。脂漏性皮膚炎の場合、皮脂から余分な油が出るということは、皮膚の周辺に余分な水分が充満していて粘っこい状態で停滞している状態です。この粘っこい状態に熱が加わると、さらにドロドロとした湿熱と呼ばれる状態になり、これが皮膚の下に停滞していると、皮膚を潤すための潤いを届けようにも邪魔されてしまって乾燥になり、それがどんどん押し出されるようになってしまうと、余分な油の分泌が多くなります。しかもその湿熱によって気血の流れが阻害されるようになることで、かゆみが生じる原因ともなります。このことから、脂漏性皮膚炎の乾燥に関しては材料が足りないことで起こっているというよりも、湿熱によって邪魔をされてしまい届けられなくなっていることと、熱によって潤いが乾燥させられてしまうことの2つが関係しているように感じます。その湿熱を作ってしまう原因は、やはり食事が一番関係していて、例えば脂っこいものや甘いものの摂りすぎは控えた方が良いです。これらを食べ過ぎてしまうと、脂っこいものに関しては処理しきれなかった分が皮膚から出てくるようになりますし、甘いものの摂りすぎでもやはり必要のなかった分は皮膚から出てくるようになります。東洋医学的に考えると、脂っこいものは体の中で余分な熱を生じさせ、甘いものはお腹の中でドロドロした状態になって流れの悪い状態に変化します。これらを食べることが多いと、ドロドロしたものが熱によって煮詰められて、さらに動きの悪い、しかも様々な働きを邪魔する湿熱に変化して、皮膚の乾燥やかゆみなどを起こす原因となります。では続いては、脂漏性皮膚炎の乾燥を改善する方法をいくつかご紹介いたします。とにかく脂漏性皮膚炎の乾燥を改善するためには、気血の巡りを良くすることが大切です。これまで解説してきましたように、脂漏性皮膚炎で皮膚が乾燥する理由としては、湿熱が邪魔していることで巡りが悪くなっていて潤いが届けられなくなってしまい乾燥していることと、湿熱などによる熱で乾燥させられてしまうことが考えられますが、もちろんそれだけではありません。例えば脂漏性皮膚炎の治療によく使われる漢方薬に重味排毒湯や経外蓮如湯などがあります。重味排毒湯は気血の巡りを滞らせている原因となるものを外側に向けて強い勢いで発散して追い払うことで解消しようとしています。熱を冷ます性質を持つものは少ないのですが、脂漏性皮膚炎やニキビなどを含めた炎症の症状に効果がある理由は、その追い払ってしまう働きにあります。つまり体の中の気血の動きが悪くなっていて、停滞によって体にとって良くないものに変化してしまい、
さらに滞りによって熱が生じて、その熱によって周辺の水分も含めて煮詰められてしまうことで湿熱になって皮膚で様々なトラブルを起こしている状態が追い払われることで解消されるからです。ですが熱そのものが強いような場合にはがっつりと熱を冷ます性質のある漢方薬を合わせて湿熱の解消も同時に行います。例えば経外連行湯には全身の熱を冷まし血液の材料を補充しながら気の巡りを改善させつつ発散させる力を応援することで停滞している邪魔者を追い払おうとしています。つまり脂漏性皮膚炎の乾燥を改善するためには様々な治療を受けながらも適度な運動をするなどして血行を良くすることが大切です。運動不足になって血行が悪くなれば皮膚へと届けられる潤いも減りますし皮膚の周辺で不要になった代謝物を回収する働きも低下しますので邪魔なものが停滞しやすい状態を作り出してしまいます。そうなるとますます湿熱のドロドロしたものができてしまい皮膚の乾燥を悪化させることになります。また脂漏性皮膚炎に限らず皮膚の状態が悪化する理由の一つに肌の pH が関わっていることがあります。肌が弱酸性に保たれていればいわゆる悪玉菌と呼ばれる細菌もおとなしくしていますがアルカリ性に偏ってくると途端に毒素を撒き散らすなどの悪さをし始めます。そのため皮膚が弱酸性の状態であれば常在菌同士はバランスよく生存してくれるのでその状態を保つことが皮膚の健康を維持するためには必要ですがしかし運動不足になっているとそれが難しくなります。というのも皮膚の乾燥を防ぐためにも皮膚の常在菌のバランスを保つためにも皮膚に潤いを送ることが大切だと言いましたがそれには不感蒸散という人が感じることができない汗が元になっているのですがこの汗の性質が重要です。性質の良い汗は皮膚に出てくるまでに液体部分から体に必要なミネラルなどは体に再吸収されて水分が 99% のサラサラな汗が出てきますので肌は弱酸性に保たれ皮膚は適度に潤いだけを受け取ることができますしこの汗はすぐに蒸発するので体温の調節にも役立ってくれますので肌の乾燥を防いでくれます。しかし運動不足になっていると性質の悪い汗になりミネラル分がうまく再吸収されなくなってしまうのでベタベタ濃厚な汗となって皮膚に出てくるようになります。ベタベタ濃厚な汗が多くなると肌は油膜を張ったようになって pH の状態もアルカリ性になってしまうので皮膚の常在菌のバランスが崩れてしまい炎症症状などが出やすくなります。汗が皮膚に出てくる前にミネラルを再吸収する機能は普段から運動をしていて適度に汗をかいている人ほど高まっていると言われていてこのような方の汗はミネラル分も含まないサラサラな汗だと言われています。これらのことから適度に運動をすることで気血の巡りを良くすると湿熱が作られにくくなりますし分泌される汗の状態も良くなります。もちろん食べているものが脂っこいものや甘いものが中心で食べ過ぎてしまっていればどんなに再吸収する力が優れていても皮膚から出てきてしまうことになるので心当たりのある場合にはどちらも改善していくことが大切です。それと歯を噛みしめていて体全体が緊張してしまっていることでも乾燥しやすくなります。筋肉が緊張していると気血の巡りが悪くなりそこでは余分な熱が生じてしまうのでその熱によって余計に皮膚は乾燥しやすくなります。皮膚の状態が健康な方はそれほど問題にはならないかもしれませんが脂漏性皮膚炎などで皮膚の周辺に湿熱が邪魔しているような方の場合にはその影響が特に顔や頭の周辺に出てくることになります。顎は軽く隙間が空いている状態がベストな状態で歯がくっついているのは力んでいる状態だと言われています。もし顎に限らず力んでしまっていると感じたらすっとリラックスして力を抜くようにしてみてください。ではまとめです。脂漏性皮膚炎の乾燥が起こる原因には湿熱と呼ばれるドロドロしたものが停滞していてそれによって
皮膚に潤いが届けられないことや、その熱によって起こっていることが多いことをご紹介しました。その湿熱を作り出してしまうのは食べ物が一番の原因ですが、それらを含めて改善するためにも、適度に汗をかく程度の運動をする生活習慣を取り入れて、気血の巡りを良くする生活を心がけつつ、歯がくっついていないかを確認してリラックスした状態になるようにしてみてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。